ブルックスのゴースト15。前作のと履き分けるとですね、やっぱりクッション性増してます。迷ったらここからスタートしてください。ブルックスの入り口としても適切じゃないかと、はい、入り口ですね。皆さんこんにちは、はい、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます、はいはい、よろしくお願いします。ということで今回ご紹介いただくシューズはこちらです。ブルックスのゴースト15ですね。ブルックスのいわゆる定番シューズになってくるのかなと思いますが、前回からのアップデートも含めてそうです、ね、ぜひねちょっとフィーリングお話ししたいなと思います、はいはい、これね、ブルックス自体が初めての人もいるかもしれないですけど、こちらご覧になると、まずこうブルックスっていうのいいぞって聞いた人はですね、このゴーストを買ってください、うんうんね、ここからスタート、ベースシューズですね。そうですね、はい、でいろいろご紹介してるものとかをこう派生していくんですけど、ここがもうキーになってまして、うん、ゴーストは15代目、はい、こちらがですね、あのゴーストの14代目、去年の、ね、前作、まあ、こう比べてもですね、色違いなのかなっていうぐらいしか変わらないで す、 いです、ね、ちょっと、はいはい、うん、差が一見分かりにくい感じがありますけど ね、 ね、うん、はい、まあ、シーズン中少しコラボであの派手なカラーとか出たりするんですけど、基本ゴーストはもう変わって欲しくない、変わらない品番です、うんうん、で、あの Do it all のシューズなので、ウォーキングとか、まあ、もちろん初めてのランニング、エリート選手とかもこれをジョギングで使ったりするし、まあ、時にはフルマラソンのレース用にもなりますね、うん、はあはあ、基本的にはデイリートレーナーなんで、はあ、こう屈曲も剛性もしっかりしてますし、ドロップも坂道効いてます。12ミリドロップなんで、うん、すごくこう前にガイドが強いシューズになります、うん、もう超定番、分かりやすいランニングシューズって感じですね、はい、新しいことがね、何も入ってなさそうにしれーっとしてるんですが、はいはいはい、なんと14代目から15代目ですね、うん、まあ、本当にどこが変わったのかなって探すのは難しいぐらいですけど、まあ、一応かかとのパッドはすごい厚くなりまして、フィット感は良くなったんですけ ど、 なるほど、これですね、ロフト V1 からロフト V2 になりました。このソールの部分ですね、はい、その前に DNA ロフトっていうのは、ね、何かと言いますとですね、はい、うん、基本的にもう70年代から、あ、そういえばこのブルックスは初めて EVA を2層構造で使ったブランドなんですけどね、そうなんだ、はい、そうなんですよ、 EVA にこだわりがあるんですけ ど、 なるほど、EVA というのはスポンジ構造でして、こういう気泡が潰れて戻る、はい、潰れて戻るってことで、なるほど、はい、もうスポンジ、家庭用のスポンジと同じ構造でクッションを出してまして、うんうん、まあ、かなりもう本当誰でも理解しやすいような構造なんですけど、はい、そっちも理解できると思う。へたってしまう、スポンジって潰れてるじゃないですか。確かに確かに、はい、のへたりという、まあ、耐久性に問題があったんですけど、はい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 、そこまでで見るのやめないでくださいね。ここから続きありますから。科学の時間ですね。で、気泡が潰れて戻るのところに、はい、DNA ロフトってのはですね、ここにゴムラバーを補強してます。なるほど、はい、だからへたりにくく、かつクッションもこうバウンドが出るようにしてるんですけど、今回はですね、はい、さらに構造的にその全体を包んでる EVA にポリオフィレンっていう、まあ、化学素材ですね、うん、POE、TPU とかのそういう化学、はいはい、化学素材なんですけど、はいはい、うん、要はしれーっと何も変わらないので、うん、そのポリオフィレンを入れますとですね、へたりもよりこう解消できるし、まあ、ソフトで軽いんですよ。なるほど、うん、そういうとこれブルックスってのは本当にもうしれーっとこのデザイン変えない感じで、ずっと今年ご紹介してたソフトライターの流れにも乗ってるという感じなんですよね。はい、じゃあ DNA ロフトっていうのはさっきおっしゃってた、中にコーティングされている、そうここでラバーを入れて注入するんですよね、はい、でロフト V2、 全体今回はロフト V2 になっていて、 そこには、さらにその構造にポリオそう、ね、フィレンが、うん、入ってます、混入されている、はい、要はレピシがちょっと変わりましたですね、うん、によってまあ軽いかつよりクッショニングが増しているっていうことなんですね、はい、クッションをこう良くするには方法、製法ですね、発泡ふわっとパンを焼くようにですね、ふわっとさせるか、うんうん、まあ、何かを混ぜるかっていう方法があるんですけど、なるほど、はい、その何かを混ぜるかの方でこちらは、はい、うん、そうですね、単品に比べると、はい、うん、なるほどってぐらいなんですけど、うん、前作のと履き分けるとですね、やっぱりやっぱりクッション性増してます、単純に、まあ、製法の進化とかね、そういったところもあるんですけど、まあ、ただですね、うん、お値段が165っていう感じですね、16,500円、はい、円安、なるほど、原料高、まあ、これはしょうがないですね、まあ、そうですね、これはしょうがないです。他のブランドさんで言うと、はい、これやっぱりさっきも言いましたけど、 Do it all マックスクッションスタイルではないんですけど、うんうん、ポランからジョグ、はい、LSD 何でも、まあ、ウォーキングで使ってもいいし、うんうんうん、そういったものを意識してるんですけど、
まあ、あのナイキさんだったらナイキだったらペガサスとか、はい、あとはアンシックスだったらノバブラスタとか、ははははそういうところがあの対抗馬っていうかね、その意識してる品番だと思うんですね、何でも使えるって感じ。なるほどなるほど、うん、このそのブランドにはちょっとまた違うモデルもある、あのもう少しこうアップグレードのモデルもあるんですけど、はい、高校がベース、なるほど、迷ったらここからスタートしてください。ブルックスの入り口としても適切じゃないか、はい、入り口ですね、ということですかね、はい、はい、ありがとうございます。履いたことありますか？いや15はまだ履いてないです。14は、はい、うん、よく履いてたんですけど、ね、はい、15ちょっとそういう意味ではかなり楽しみな感じですね、うん、藤原さんだったらまあ普通にジョギングの時に履くかなっていう感じですかね。ジョグとあとやっぱりこういうシューズはあの流しまでこうウィンドスプリントまで、はい、使いたいときにはマックスクッションにもこういうタイプ使いたいので、ウォーミングアップで使いますよく、うん、結構もう使ってるんですけどね、あのだからジョグして少しテンポライン入れたりとかいう使用の仕方とかにもね、うん、フィットしますので、僕はもう結構ウォーミングアップと、はい、普通 の、 あのリカバーのジョグで使ってます、うんうんうん、なるほどですね、はい、わかりました。まあ本当になんか使いやすそうなデイリートレーナーというところかなと思いますので、うん、でね、ブルックスゴースト15ということで今回ご紹介いただきました、はい、藤原さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。シューズの詳細概要欄にも貼ってますのでぜひぜひチェックしてみてください。コメントも待ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、はい。